トークショーを行いたいと思います。全体のですね、進行はこのご参加方に全部お任せしてますので、ですね、蔵元に対する熱い思いをですね、語っていただければと思います。では皆さんよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今回トークショーでプラモデルの魅力についてってじゃあどう話そうか、たまたま、私メーカー、両方とも雑誌 の編集長なんですけれども、プラモデル、製品を作る側と、情報として発信していく側がいるんですけれども、その中でプラモデルの魅力って改めて何だろうね、何でしょう、猪松さん。いきなり魅力ですか。ちょっと個人的なことを振り出しに紹介しつつ話させていただければ、私も本当は、土屋さん、さっき進行をやってらっしゃった土屋さんみたいに戦闘機のパイロットになりたかったんですよね。でも視力が悪くて、なれなくて、でもやっぱり乗りたいと思ってたわけですから、飛行機が好きということで、手元にプラモデルってやっぱりどうしてもそういう考え方からすると大きいたくなるんですよね。で、その慣れないけど、何かこう夢をちょっとね叶えてくれるような、そういう魅力がある、ものなのかなと思ってます。皆さんの中にもね、パイロットになりたかったけどなれなかったからっていうことで、プラモデルを身近に置いて、飛行機をね、プラモデルを置いて、その夢を託しているなんて方もいらっしゃるのかなと、そういうふうに思ってます。私ですか。そうですね、模型の魅力っていうと、私、スケールアビエーションっていう、雑誌で編集しているですが、飛行機模型専門誌でやってるんですが、実言うと飛行機ももちろん大好きなんですけど、戦車も好きで船も好き で、あとはキャラクターものも作るんですね。僕実言うと完全な雑食なんです。もう実機ももちろん好きだったりするんですけど、もう模型そのものが僕は結構好きだったりするんですね。でそこでいろんな一つのジャンルを突き詰めていくっていう方も全然僕は素晴らしいなと思うし、でもいろんなその飛行機以外から派生して車のいいとこだったりとか戦車のいいとこだったりとかっていうところもいろいろ感じられたりとかすることもできて、そこから実機実車、実際の船だったりとかっていうところの興味がまたそこに派生していくっていう、こうなんていうんですかね、趣味の広がりがまたたくさん出てくるっていう、そういうところもなんか模型のいいとこだなって思ったりしてます。以上です。鈴木さんはどういうふうに捉えてらっしゃるんですか。僕はプラモデル作った最初っていうのは覚えてないんです。3つぐらいの時にやったんで、最初にどのプラモデルを作ったかっていうのは覚えてないんです。当時駄菓子屋さんとかでね、安いプラモデルいっぱいあったんですよ。どこのメーカーとも知れないような、そういうものから始まったと思うんですけど、プラモデルってじゃあなんで僕らはやめられなかったんですか。皆さんね、大体プラモデルちゃんと卒業できるんですよ。で僕は、ここで商売になってるっていうか仕事になっちゃった人は卒業できなかった人なんですね。 で大人になりきれなかった、子供から大人になりきれなくなって、じじいになってるわけですけど、どうしようもないなと思うんですけども、なんだろう、模型の魅力ってプラモデル、こうミニチュアの世界ってこう実機がこうあるじゃないですか。 YS11 があって、これでかいよなとか、これすごいメガだよなとかって、で模型にすると手のひらに収まってくれるわけですよね。でやっぱ神様の視点というか、ちっちゃくなった時点で違うものに生まれ変わるんですよ。で模型になった時点で本物とはまた違う魅力が生まれてくる。それとなんだろうね、プラモデル、プラモデルに限らず自分で作り出すっていうのは自分の作品になるんですよ。例えば昔だったら100円のプラモデルでもすごく楽しめるとか、そういうのがあって、お金の問題じゃなくて、例えばね、趣味の問題っていうのが、趣味っていうのがいろいろあります。コレクションする趣味とかね。で言い方悪いんですけど、コレクションの趣味はお金持ちには勝てないんですよ。財力のある人には絶対勝てません。これに俺は1000万円つぎ込める、2000万円つぎ込める、ミニカー何万台も集める。だけどプラモデルって
キットたくさん持ってるだけなんて全然自慢にならないんです。たくさん俺積んであるからって思うし、死んだらどうすんだよそれってよく言うんですよね。家族が大体ゴミで困るんだよ。だけど作った人は偉いんですよ。で結局それは自分の作品だからですね。だからお金で解決できないところがいい。例えば1000円のキットであれ、5000円のキットであれ、1万円のキットであれ、500円であれ、これお金の価値ではなくて自分が手を動かして作る思い出を作る時間をかけていろんなものを封じ込めてくますよね。だからうまいとか下手とかじゃなくて、かけがえがないっていうんでしょうかね、思い出が一緒に詰まってるんですね。だから僕はよく模型うまくできないんですとか、うまくならたいっていうのは、アドバイスもするんですけど、模型うまくないから作らないやっていうのじゃなくて、模型ってうまいとか下手ではなくて、もちろんコンテストで勝つことでもないです。今回だから今回あった作品の全てが素晴らしいと思ったんですよ。たまたま先ほどコンテストでいろいろグランプリとか準グランプリってつけました。本当はつけたくないんですね。でもつけないと、とりあえず何だろうかコンテストにならないんで、どの人が取ってもいいぐらい の, レベルだったんです。それとやっぱ思いがこもってるんですね。でその思いとか思い出を封じ込めることができる宝物かな。だからなんで僕はずっとプラモデル作ってんだろう、なんでメーカーまでなっちゃったんだろう、でこの人たちもなんでこんな雑誌の、編集者になっちゃったんだろう、でここにいらっしゃる方々もみんな模型好き、なんでいいおじさんになるまで模型作ってんだろうっていうのは、模型のなんか魅力って多分その自分のただお金では解決できない、いろいろなものがそこに入ってる。実機を調べたりするのも面白い、それについて知識が深まっていくのも面白い、で実物を見に行ったりするのも面白い、もちろん模型屋さんに行くのも楽しい、でお金だけじゃないっていうところが、その時間と知識を使って自分を高めていくことができるんじゃないかな、でそういうのがいいのかな。あと最近はもう一つ、インターネットの時代になって良くなったのは友達が増えましたね。 SNS とか使って遠くの人たちとも友達になれる。で模型っていうのはそのいいなっていうのは、年齢、職業、社会的な地位一切関係ないです。模型上手いやつが偉いですから、これがやっぱりいいですよね。俺ニートだけど模型作る人めっちゃうまいんだよって言うと、うわこいつすげえってやっぱ言われるわけですよ。だからその世界にいる時ってやっぱ幸せな気分に味わえれる。だから趣味っていうのの深さっていう点では、結構ずっと皆さん模型やってるのは多分やめられないんだと思うんですね。だから僕よく言うんですよね、模型なかなかやめられないですよね。だから本当になんでその魅力があるかって時に、そのいろんなものが入ってるんだと思います。例えば僕も自慢できない商売やってると思います。プラモデルのメーカー、子供の時は親に叱るんですよ。お母ちゃんにまたそんなもの買ってきて、どうするの勉強するように。結婚すると奥さんに叱る、また買ってきて、どうするんだったらこんなにいっぱい部屋埋まってるでしょうみたいな形で、多分皆さん奥さん笑ってる人は多分ね、みんなそうなんですよね。ご主人のプラモ部屋で大体苦労されてるんです。片付けてよこれって。でもそれでもやめられないってやっぱり魅力がある。だから不思議な魅力が詰まってるのが僕は模型だと思ってます。すいません、ちょっと乗っちゃいましたけど。はい。はい、さっき鈴木さんからその模型をやってる者同士のつながりというような話が、ね、あって、その去年からこう1年ぐらいもうこういうずっとコロナという状況が続いてしまってね、リアルのイベントも今回開催やっとされたのかなというところですけど、結局そのツイッターだの何だの SNS がこれだけ発達してきて、これがもしなかったらね、全然それこそ趣味のつながりものがなんか分断されてしまうような、ね、危機があったところで、でもこうやってつながってね、でかつその広がりがねどんどん増えていくっていうような時代で、それはそれでいいんだろうなと。で皆さんのその
何でしょう、つながりによって、まあ、人の他人の作品を見ることでね、あの刺激を受けて、技術が向上して、まあ、で、まあ、研鑽を積むというんですか、そういうこともできるような時代だったから、うん、まあ、これはこれでそれはいい時代だったなというふうにね、ちょっと思ったところもありますね。はい、いや本当、まあ、先ほど、まあ、SNS の話井上さんされましたけど、本当この大体10年ぐらいで自分で作ったものをこう一般的にもう世の中に発表できるっていう敷居がすごく下がりましたよね。で、下がったおかげでまたそこからじゃあ自分もやってみようっていう人が非常に増えたなっていうのが実感としてすごくあって、で、まあ、先ほど今さんもおっしゃられましたけど、あの今日のこのコンテストも本当になんか素晴らしいなと思ったのが、下は本当8歳から上は60代の方まで、それだけもう年齢差があるのにもかかわらず同じ趣味というか同じものを作ってる、同じ製品を作ってるっていうところが本当にやっぱ素晴らしい趣味なんだなっていうのは、模型はすごいなって思いました。で、まあ、先ほど言ったその SNS で発表できる場っていうのがもっともっとこれから先もまた発展していくと思うので、そこから新しい刺激を受けてまた若い方がたくさん作るようになってくれると嬉しいなって思ってます。まあ、なんか皆さんね、その模型に対する思いっていうのがやっぱりあるんですけど、まあ、今日せっかく来たんでメーカーの人間なんで、まあ、多分ここにいらっしゃる方も今言ったことは大体同じだと思うんですね。で、まあ、今日はやっぱりちょっと専門的な話もしないかなと思って、まあ、プラモデルのメーカーなんで模型の開発ってどうやってやるのっていうのは多分知ってるようで知らない、まあ、話なのかなと。でも目の前にね YS がこうやってあると、この部品分割考えちゃいますね。 ここをこうやって割って、ここのカウリングを割って、あ、ここ分割するとどういう風になるかなとかね、まずこういう実験なんかを見るともう頭の中でバラバラにしだすんですよ。で、プラモデルの開発っていうのは、まあ、最初に何作ろうっていうのがあって、まあ、企画ですね、どういうものを作ろう、で、そしたら設計をする。で、設計をするにあたってはもちろん資料っていうのがありますね。いろんな、やっぱり今こう実物が残ってるやつがあればいいんですけど、そうじゃない実機の資料にあたったりして、で、今ちゃんとしたものを作らないと、もうこれ模型雑誌で叩かれます。ここは出来悪いからこれこう見とかね。うちは叩かないですよ。本当に今 SNS でもちょっと悪いと、あ、ここはもうゴミのキットだよねとかね、もう厳しいお客さん多いですよ。だってなんでかっていうと、今のお客さんの方がメーカーバカにしてますから、ね、なんでかって、メーカーなんか何も知らないよねって。で、60年ぐらいやってる人がザラにいるんですよ、モデラーさんっていうのは。そうすると普通60年仕事したらもう定年、とっくに定年になってる人間国宝みたいな人が多いわけですよ。で、お客さんで子供の頃から60年も70年も飛行機や戦車なんかを研究してる人がいるでしょ。そうするとメーカーより詳しいんです。で、なんだメーカーこんなところも分かっとらんのかとかって、もう社会なんだろう、もう本当に仕事してやる価値がないよねとかって、すごい全人格を否定されて恐ろしいんですけれども、ただ模型ね、やっぱそれくらい作るの今も難しくなってます。昔に比べてハードルが高い。で、今スケールモデルっていういわゆるプラモデルですね、日本は実はプラモデル大国です。メーカーは実は世界一多いです。で、世界一のメーカーさんもあります。で、アメリカはかつてプラモ大国だったんですけど、今は一社もなくなりました。かつてアメリカから来た先ほどのモノグラムっていう素晴らしい、ヘルダイバー、あれアメリカの素晴らしいメーカーだったんです。もうなくなりました。で、ヨーロッパも何社かあったんですけど、もちろん各国に1社あればいいと思います。イギリスに1社、フランスに1社、ドイツに1社、イタリアに1社、日本はなんと何十社もあります。すごい なんでこういわゆるオタク文化なのかなっていうのか、人口でいうと1億人なんですよ。で、アメリカ3億人いて、 EU 全体で2億人いるんですよ。だから恐ろしくマーケット規模がでかいんです、実は日本は。だから世界最大のプラモデルマーケットがあるんですけど、それはいわゆる、まあ、キャラクターもあったりスケールモデルもあったり、いろんなジャンルにわたってるってこともあるんですけども、その中で、まあ、模型を開発していく
で今実際スケールモデル飛行機を開発できるしてる国産国内メーカーがもうあまり多くありません。今はやっぱキャラクターがメインになってきてしまってるんでどうしてもそっちの方が多くなってるのは事実なんですけれども、私のものがやっぱ開発していくにあたって国内で金型、プラスチックっていうのはね金型っていうのがあるんですよ。よくわからない人はタイヤ機械に行くじゃないですか。溶けた小麦粉でそのうちあんこで熱を加えると固まって出てきますよね。プラモデルも実は平たく言うと溶けたプラスチックをああやって流してできてくると思います。それは精密な機械でできてきますから、自動車の部品もそうですね。愛知県ですと当然トヨタさんを中心としたデンソーさん、アイシンさんとありますから、皆さんひょっとしたらそういうところのお勤めかもしれませんけど、そういう中でプラスチック産業っていうのがあります。プラスチックも精密産業です。でその中でもう今中国に行ってしまったものもだいぶ多いんですけど、私どもは自社で全部金型を設計から金型までやっております。でそういう会社って実はあんまないんですよ。気がついたら大手さんでやっぱり1社で、うちでまあ2社か3社ですね。で世界的に見てもそうやってる会社は実はあんまないんです。イギリスの会社やヨーロッパの会社も企画や設計だけして、あとは全部外注に任せてます。でまあ私どもの場合は自分たちで作るのは結局プラモデルの作品作ってるのと同じなんですね。例えばこのコンテストに出すときに自分でこの作品を作ると、でじゃあ自分こう作りたいんだけど第三者誰友達にこうやって作ってよっつったって大体自分の思ったようにはできませんよね、他人に作らせたら。だから自分たちでその理想のものを作ろうと思ったら自分たちで作るしかないっていうのが僕の考え方なんですけど、これ現在のグローバル企業の考え方すると非常に効率が悪いんですよ。そんなことをやるよりもっと効率のいいやり方、まあ言ってみればこのマスクなんか日本で作るより中国で作ったらええやんっていうのと一緒で、プラモデルも今ほとんど中国製が多いです。だけどなぜ自分たちで作るかって時に思いがやっぱあるんですね。だから思いを先ほど作品に封じ込めていくっていうのもあるんですけど、物を作るにはやっぱ思いをやっぱり作んなきゃいけない。これ雑誌も一緒ですよね。そうですね、やっぱり思い出があって出来上がった雑誌とそうでない雑誌っていうのは見て一目瞭然です。あ、これ手抜いてんなみたいなのがバレバレですから、そこをいかにバレないかって頑張ってるはいるんですけど、実際どうでしょう石井さん、その辺も。いやーそうですねまあ基本的に、まあ、うちのステーラデーションはもう本当にこういうことを言ってしまうとあれなんですけど、基本的に自分の好きなもの以外やってない感じなので、ワンマンな感じな本で、非常にわがままな本ではあるんですけど、はい、今そのいいものを作ったら自分でやらなきゃっていうことは、最近出されてる新しい製品なんかもそういうのが結構注入されてるのかなと思うところなんですけど、最初の商品からずっとそうです。だから情熱だけはあるんですよ。その時にまだ技術が追いついてないもんですから、その今見るとなんか出来が悪いなって思うんですけど、でもその時は一生懸命やったんですよ。ただ技術も上がってきて工作機械、愛知県やっぱ工作機械のメーカー多いんですけど、工作機械も良くなっていく、そのテクノロジーも上がっていく、で自分たちのノウハウも上がっていくことによってものを作っていける。だから例えばよく日本のものづくりっていう話になってくるんですけど、そのだからまだ日本のものづくりが世界のトップを走ってるって信じてる日本人が多いんですよ。我が国はまだものづくりは一番である、いや負けつつあるところも実はあるんですけどね、その最近は。ただその効率だけを考えてものづくりをすると、僕はよく言うんですけど、最後はアフリカで作ると効率が良くなるよね、一番安いところで、でも仕事はなくなりますよっつって、で安いものは買えるのはいいよね、でも自分の給料も安くなるから買えなくなるよねって言ってよく言うんですけど、だから本当効率だけを目指していくのはいいのかって時に、だから手前味噌なんですけど、僕自分で会社経営しててもう30何年なんだけど、好きで作ったんで別に金儲けしようと思ってやってないんですよ会社。はっきり言うと自分が好きで死ぬまでやれたらすげえ楽しいって。だから会社経営って例えば今ねみんな
利益追求が目的だって、いや株が上がったらどうなって、目先のお金を追っかけて幸せですかって僕は違うと思うんですよ。どうせすごいお金儲けたってどうせ使えませんしね、そんないいもの食ったらコレステロール溜まってすぐ死にますしね。だからそれよりも自分が好きなものを作って他人に売りつける快感もとないですよ。僕うちの商品ってひどい商品で、僕が好きなものを作って他人に売りつけてるんです。ひどいですね。いやいや、最高じゃないですか。これ以上はないじゃないですか。だからなんていうの、それはお金儲けじゃないんですよね。だからもちろん会社が回らないと困ります。だから社員に給料払ってボーナスもらって普通に生活できて、社員も楽しく生活できてっていうのが一番いいかな。だからその中でそのものづくりができたらいいもんできるんじゃないかな。で、僕ら日本人って、僕らって言っちゃいけないと思うんですけど、コンプレックスが日本人はあるんですよ。海外で評価されたっていうとね、みんなあれなんですよ。愛知県もそうなんですよ。これ実を言うとね、愛知県ってドメスティックのところですから、うちがドイツから評価されたとかっていうと、わすごいですねって言うわけですよ。だけど模型界って、別にそれドイツから評価されたと大したことないしって言うんですけど、国とか県っていうのはドメスティックなものなんですよ。つまり都はどこにあるか。日本人ってアメリカで評価されてよ、ハリウッドで評価されてよ、ドイツで評価されて、イギリスで評価されてよっていうとすげえって言うんですよね。皆さん大体すごいって言うじゃないですか、ヨーロッパで評価。でもインドで評価されたし、インドネシアで評価されたよって言ってもあんまりいいって言わないですよ。なんでだろう。それは明治以来ずっと僕らの中心地は欧米にあるんです。欧米に、だから名古屋の田舎の人が東京行って一旗あげるって言うとしてですね、だから幻になんですけど、欧米の方が優れてるからアメリカやイギリスで評価されたら一番になれたっていう思いがあるんですよ。で、分かってるんですけど、でも僕らの夢はアメリカ人やイギリス人やドイツ人からクレイジーって言われたいことなんですよ。結局なぜかってプラモデルって欧米から来たんですよ。日本が発明したんじゃないですよ。イギリス人が発明してアメリカ人が発達させた、それで日本に入ってきた。でもうプラモデルっていうカタカナである通り日本の独自のものじゃないんです。日本で生まれたもんじゃないです。日本はただ入ってきただけなんです。でもその世界で欧米人にお前らはクレイジーだって言われたら初めて勝ったような気がするんですけど、だからそういうものづくりっていうのをずっとしたいなと思ってやってますね。だからクレイジーって呼ばれたいっていう、クレイジーになりたいなって思ってプラモデルでやってます。だからプラモデルの魅力なんでしょうね。そうですね、まあ、海外から入ってきたもんだけど、もう今やね、日本のプラモデルが世界一ですからね、本当はね。いやでもね、やっぱりセンスっていうかね、やっぱりね、欧米人すごいです。例えばね、飛行機の模型作らせるとセンスがいいんです。なぜかあった時に、彼らは飛行機にいつも触れてるんですよ、アメリカ人なんか。で、僕らやっとこういう航空ミュージアムができて、目の当たりに近くでこういう YS とか見れて、やっぱり写真だけで見てるとやっぱダメなんですね。だから実物に触って、実物を見て、ああこうなんだっていうのが入らないと自分の血とか肉にならないんです。でそういうものをちゃんと入れ込んでいかないと本当にいいものはできないです。例えばじゃあ女性の方なんかブランドバッグは、日本のブランドってあんまないよね。欧米になるよね、イタリアのブランドやフランスのブランド。なぜかってそれやっぱ文化的な問題だと思うんですよ。だから文化的な問題まで掘り下げないとやっぱダメで、ものづくりっていうのはもっと深いところまで入っていかないと勝てないんですね。だからプラモデルでも一緒で、それトップになろうと思ったらその深いところで なんでしょうね、もうアホって言われるぐらいやらないとできないです。でも嫌いな仕事じゃないからアホになれるんですね。で僕は四六時中ずっとそういうこと考えてると楽しいんですよ。だから仕事熱心ですねって言われて、いや熱心ですよ、仕事残業絶対しないから、9時から6時で絶対終わりますし、残業一切しない、でも毎日遊んでいたいっていうか、仕事で遊んでいたいんですよね。だから仕事で遊ぶっていう風なものづくりができれば一番いいな。で、その中で、プラモデルっていうどうでもいいものを作るわけですね。だって世の中がなくなるとね、みんな喜ぶ人多いんですよ。だいたい
ご主人のプラモデルが世の中から消滅して、ああ部屋が綺麗になったし、もう匂いも出ないし汚すこともないわっつってね、大体喜ばれるんですけど、でもそういう無駄なものってじゃあなんで買うのって時に癒ししかないんですよ。だから僕は人に癒しを与えてると思ってます。プラモデル買って怒られるのにあえてリスクを取ってでもプラモデルを買うわけですね。でなんで買うのって時にそこは楽しいから、それは自分が救われるから、でやはりその中で救いを求めてじゃないな、その中で楽しくなれる、その気分を解放できる仕事だから、だからこういうのをね遊びで作って、なんていうの、仕事で作っちゃダメだよねって思うんですよ。あ、こいつ仕事で作ったよねっていうのはバレバレなんですよ。だから僕はもっとひどいこと言うんですけど、最近日本の車ってすごくいいんですよ。いいけど残る車何にもないよね。みんな冷蔵庫みたいな車になっちゃった。だから冷蔵庫みたいな車だと買い替えてもいいんです。何にも残んないです。でも欧米の車ってこれは欲しいものがあったりとかするっていうのは、だから日本の今物作りって品質しか売り物がないんじゃないってよく言うんですけどね。品質はいい、でも品質以外売り物がないんだと。品質と値段以外売り物がない。でも悲しいよね。で欧米のものの方が品質的に、三河弁でいうとヤグいものがあるんですけど、でもヤグくても買うんですよ。壊れても、じゃあ俺いいんだよこれはって。だからそれは文化的なものだと思うんですね。だから模型と一緒で、そういう文化的なものをもっと出していかないとダメだと思うんで、プラモデルって僕はそれを具現化している商売だと思ってます。すいません、ちょっと話がね、固くなっちゃったんですけどね、文化論みたいになっちゃったんですけど、はい、なんかさっきその模型を作る上で実物を調べるみたいなお話があったかと思うんですけど、私今回実はこのミュージアムさんに初めて、来たんですね。で、4年前ですか、こちらスタートしたと。で、まあ、YS11 なんてね、こんな距離で見たことなかったし、あとこれ警視庁のヘリコプターでつい4、5年前ぐらい前に撮ったやつですね。なんかこれも実物を見たらこんな大きいのかと、まあちょっと今日感動してしまいました。まあそういういろんなね感動があるミュージアムで、こうやって、ね、模型コンテストが行われると、まあ実物に調べてね、それを模型作りに反映させる上では非常にこうなんとか来てためになる場所なんだなというふうにちょっと思った次第です。はい、やっぱ実物見ると模型作りたくなりますよね。もう僕は今日帰ってワイズ作ります。もうめちゃめちゃかっこいいなと思ったんで、いいですよね。これはこちらの施設を作るときに入れたっていう、退役して飛んできたっていう機体なわけですよね。まあ、そういう意味じゃ、まあ、YS11 って、ね、なかなかもう、基本は前期退役か、なんか隠れて飛んでる飛行機もあるようですけど、公にはあんまなってないのかな。まあ非常にね貴重だなというふうに思います。はい。ハイモールドさんは YS 作んないですか？作りたいですね。やっぱこういうの見るとね、72分の1で今いいのないんですよ。昔の3台、144とか200あるんですけど、やっぱ72分の1で作りたいよなっていうのはずっと来るたんびに思いますね。そうすると、あ、ここはこういう表現ができる、こういう再現ができる、今の技術で作ったらこれを本当に縮小したようなものが作れるんじゃないかなってやっぱ思いますから、やっぱやりたいって思いますね。でこれってなんだろう、戦後復興の象徴みたいなあれですよ。今日ちょうど東京オリンピックの開会式じゃないですか。明日かで、すいません間違えました。でも1964年の東京オリンピックの時の成果ってどの飛行機が持ってきたか知ってます？これです。これが成果持ってきたんです、この飛行機が。だから日本の復興なんですよ。復興を象徴して、日本が戦争負けてわずか19年、たった19年で新幹線を通して飛行機を飛ばしてる。あの焼け野原から19年で復興した国家は地球上に存在してないんですよ。すごい。あんな焼け野原、名古屋も焼け野原になった、東京も焼け野原になった、たった19年で新幹線という世界で最初の弾丸列車を通して、今でも中国高速鉄道とか行ってますけど、でもこういうの飛ばせれたって、やっぱね、そう、先人の努力って感動しますよね。だからやっぱ僕らね、いいもん作らないかんなって、やっぱりね、どうしてもこういうの見るとね、なんかね思っちゃうんですよ。その
刺激を受ける感動するっていうかやっぱ感動するんですね。そのこれを作ってた人たち当時の人たち僕まだ保育園だったんですけどでもそういう時に なんていうかなみんなその当時の人たちが一生懸命やったってでも僕らこういうのを作る時当時の人の思いが入ってくるんです。昔の飛行機やあの自動車や戦車でも作る時その時の思いっていうのがこの人たちはこういう思いをして作ったんだっていうのがあってその思いをプラモデルっていうのに封入できたらいいなっていつも思ってますよね。だから見るたびに感動するんです。ということはきっと、まあ、するってことでいいんですか。まだコメントできない。こんないい加減なこと言うと、なんかショーで作るとか言ってたよねなんて言われて、はい、きっと化されればあの大きく扱いますよ。ありがとうございます。特集ですか特集で。特集いいですよね。いやいいと思いますよ。おじさんが食いついてきますよ、はい、みんな。でも本当はね個人的には YS ってあの作りたい飛行機ですよね。だから大きい飛行機今ないんで。でうち MRJ もやらせてもらったんで余計そういうのあるんですよ。 MRJ もうち今回あの作品が1個出てて今スペースジェットですか。スペースジェットも三菱さんでうちだけがプラモデル化してるんでその時も飛んだ時は感動してもうそうやってなるんだと思ったら今ちょっと残念な結果になってるんですけど、でも YS も、まあ、あの150機ぐらい作られてダメになっちゃうんですけど、でもやっぱり感動しますよね。だから思いっていうかは やはりそのものに封じ込めないとお客さんには伝わらないなって思います。ここの下でその実機の下でファインさんの YS 売られてたらもうバカ売れじゃないですかそういう売り方をしていただけると、まあ、それ売れるか売れないかっていうのは分かんないんですけど、はい、でなんか新しいファインモルツさんはあの日本で使ってたね F4EJ 会話出された、はい、ロングノーズっていうの出されたけど今度なんかまた新しい商品が出るそうで、あの今あの開発は新製品でやってます。飛行機は、9月には発表はできますね、うん、9月この中でも本当モデラーさんで濃いモデラーさんいるとあれかもしれない、まあ新製品は今やってます。発表はできると。ああ、なるほど。違う飛行機。あ、違う飛行機。うん。違う飛行機。え、違う飛行機。違う飛行機。あれ？うん。あれじゃなくて、あれ？あ、ファントムじゃなくてね。あれ、なんか違う話が出てきた。あれ。本当ですか？あれ？それは初耳です、ね。あ、それは初耳です、ね。9月になったら楽しい。でも本当、はい、バイエさん個人的にはやっぱりやりたいっていうのはあるんですか？はい。うん、だからでかいしね、だからね、プラモデル、本当、そういうのを、なんていうか、日本、僕、うちのメーカー、日の丸ものが得意って言われてますから、やっぱり日の丸のものを作りたいんですよね。でというよりも、日本人が作ったものを作りたいんです。というのは、イギリスのメーカーは、イギリス人が作ったものを作ってるんですよ。で、アメリカのメーカーは、アメリカ人が作ったものを作ってるんです。で、ドイツのメーカーは、ドイツ人が作ったもの、もちろんロシアのメーカーは、ロシアのものを作ってるんです。なので日本人はやっぱり日本のメーカーが作んないとそれはダメでしょうっていう、よくね日本の飛行機なんか海外のメーカーで言うと、ちょっと違うよねっていうのは、飯食って味噌汁飲んでないやつが作るとこうなっちゃうんだよねとかってよく言うんですけど、あのその空気感っていうか文化っていうか、その日本人の持つ線っていうのがあって、ラインを引くと日本人の線があるんですけど、そう、宮崎監督と話した時、サボイア作った時に言ったんですよ。サボイア作る時、宮崎監督がイタリア人の曲線と日本人の曲線は違うよねって、ああ確かにそうですねっていうのがあるから、その持ってる曲線だとか線だとかいうのは日本人は日本人のものしか用いてないんですよ。でそれは海外の人から見たら違ったように見えてるんですね。だから海外の人が日本のものを作るとなんかちょっと違うよねっていう違和感がみんなあるのはそういうせいです。日本のものは日本人が作らなきゃいけないです。もう頭の中ではどの日本機だろうってずっと僕は今いやなんか意外ですよね、なんかねびっくりしちゃいました、ね、
我々が想定してた今商品の話ってあれなんですよ。 F4J 型とか C 型 D 型ってショートノーズのねお話を今ちょっと引き出そうかなと思って言ってみたら、なんか全然違う話が出てきてちょっと今びっくりしてるんですよ。なんかあんまりねこんな商品の説明とかあんまりしたくないなと思って、宣伝行為と何やらしい、一応まあ出ますけど4機種で、それ以外にもやっぱりなんか年末来年にかけてはなんかやっていかないといけないかなと。それはジェットとレシピロどっちなんですか。ノーコメント。そうなんですね。なるほど。その新しい、まあ、ファントムの、ね、新しいのが出るということで、石井さん次なんかファントムの記事を掲載されるそうで。はい、一応特集をやります。発売が8月の中頃ぐらいですね。はい、今結構お忙しいでしょう。なんか4日ぐらい寝てないぐらいの感じですか。でモテラスさんも今度ファントムのなんか、はい、ショートノーズ型の写真集、はい、写真集ですね。ちょっと秋ぐらいですかね、一応そういうのが出る予定で進行はしておりますが、はい、やっぱ人気あるんですねファントムって。そうですね、まあ、やっぱり、まあ、今年、まあ、初めにやっぱ退役したっていうところも含めて、うん、まあ、一番今飛行機模型の中ではトレンドなのかなとはやっぱ思います。トレンドなんですか。トレンドじゃないですか。トレンドなんですか。はい、はーとかって、来てると思いますよ、なんでだった。うちなんか別に全然考えずに出してなったんですけど、別に流行りなんですかって知らないとか言ってるんですけどとかって逆にね思ってるんですけど、まあそういうねいろいろ楽しいものも出てくるというところでね、皆さんもいろいろ作ってまたね、来年あたりもまたこういうふうにねコンテンツやったら、そこにワンシャンの製品も含めていっぱい並んだら楽しいなと思いますよ。あ、嬉しいと思いますね。頑張ってアピールしてもらいたいです。はい、話が尽きることはないんですけども、一応3時までとなっておりますので、ここでですねどうしてもプラモデルに対して質問があるっていう方おられましたらですね、特別にこうなんか、ご教授いただけるかと思いますけれども、なんか聞きたい方っておられます。特にございませんか。大丈夫、ありがとうございます。じゃあ私の方からですね、2点。ファインモールドさんのですね、ゼロ戦のプラモデルは後ろの、ファンブレードというところで、あ、すみません、売り切れたそうです。すみませんでした。はい。ですね、あとはですね。できれば上にこうプラモデルではないんですけど名機100選というコーナーがあるんですけど、それのなんか見どころみたいなのをちょっと見ていただければなと思うんですけども、はい、名機100選って隣の名古屋空港でずっと飾ってあったやつなんですけど、手作りでソリッドモデルっていう20分の1でしたっけね、あれね25分の1でしたよね。だからその大きなスケールで一機一機を丹念に作ってる。でそのリサーチもすごく行き届いてるんですね。だからそのもう実機がもう存在しない飛行機がもう多いんですけど、日本で作られた飛行機、日本はやっぱり大正時代から飛行機を作ってきたその歴史っていうのを、まあ、実機がもう存在してませんから、恐竜と同じなんで化石と同じなんですけど、それを模型で振り返ることができる。それはやはり今日皆さんお越しでしたらまだご覧になってない方はぜひ見ていっていただきたい。その最初から現代に至るまでのストーリーが見えてきますので、当時のその人たち現代に至るまでがどうやってその航空機を開発してきた苦労っていうのをその見ることができるので、これは本当に素晴らしい展示だと思います。ありがとうございます。はい、で最後はなんかミュージアムの宣伝までしていただきましたけど、どうもありがとうございました。ではですね、これでトークショーを終わりたいと思います。今一度盛大な拍手いただければと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。じゃあ